じゃあ聞きましょうか、サクサクと。和骨です。はい、和骨です。スーツ出ると良いですね。ね、スーツね。いらっしゃいませ。スーツね、多分来ますよ、すぐ。モータードライブ出るといいですね。なな、いや、モータードライブはダメ。一発目何も出ないの、前回と一緒なんだね、これね。渋い。渋いね、ちょっとね。初見です。ペロペロ。はい、初見さん。いらっしゃいませ。初見さん、こんにちは。いやーきついなぁ、何も出ないのはやだね。いつものきた、ちょっとやだね。いらっしゃいませ、運営見てるな。これさ、ほんとさ、1回3000円かかるわけでしょ。あのせめてさ、あの普通のあの21個はあの確定にしてほしいよね、せめて。そう思わない？3000円。なんなっちゃうな。よーし、揺れる。3000円高い。来たー。そう、3000円高いでしょ。いや俺もね、高いと思うよ。3000円、おかしいよこれさ。300円ぐらいでよくない？この11連がさ、300円程度でさ。さあ、そして、いやもうこのドラゴンシリーズ、あー来たー、来た。いやー当たっちゃった。スーツ込みでいいんだっけ、うん。いやいや、スーツはあの揺れちゃダメだから、スーツはあの揺れない方がいいね。いや来た、あのよかった、必殺技用に1個ね当たったから、うん、よかったよかった。ええー、なー、来ましたね、当たり。そう、当たりですよ、これで、ね、スーツが。いやでもね、スーツはね3つ欲しいんだよね、最低でも。まあ、3つはいきなりは出てこないでしょう。いや、あとさ、YouTube に動画をさ、いつも上げるんだけども、上げた途端速攻でさ、低評価入れてくるやつがさ、2人いるのよ。で、多分ね、同じやつだと思うんだけど、いつも、だから再生回収が。白玉、白玉ちゃん、こんにちは。白玉ちゃん、こんにちは。再生回数が、はい、和骨です。140いくつしかなってない段階でもう低評価が2ってなってたの、昨日でね。いつもね同じやつだと思うんでね、低評価がねいつも2ってなってるわけ。どんな理由で低評価を入れてるのか、相当嫌われてるね。じゃあどういう部分がね、良くなかったのかさ、コメントで書いとけ。楽しみにしてるのにねえ。でね、ついさっき午前中かな、高評価かな、高評価が4で低評価が4対5になってたんですよ。でもうね、気にせず次回そう。自分で自分のアカウントで高評価を押してやりましたよ、うん、それで5対5になったのでまあめでたしめでたしですよ。じゃあ何なんだろうね、ほんとさ、俺低評価押すやつさ、意味は分かんないんだよね、腹立つんだわ。今何回回したんですから、これね。今ね、これ2回目、私もいっぱい入る、いっぱい入ります。前回組もあれこけたから、どういう理由、何がダメだったのかがわからないから、腹が立つんですよ。でそもそもね、宗太郎は器が小さい、器が小さいので、そもそも腹立つのに、何も分からずに低評価の意味が分からない。いや、その顔
顔出ししてないから低評価とかだったらちゃんと書いてくれって。初見です、うん、はい、31、初見さんこんにちは、いらっしゃいませ。まあね、うん、で、あの、で、あともう一個ね、あのうちの放送のこの私、レコード良いのを買い入れてるよ、頑張ってるし、あ、本当に、ありがとう、ありがとう。いや、このうちの放送とかツイッターで絡んでる、この、 あのレコードキーパー勢がおそらくね、全部あの数に入れたら、50人ぐらいいるはずなんですよ。でその50人が高評価を押してこいよなんで高評価を押してこないのよ。もう低評価ばっかり上がっちゃうでしょちょっとみんなで協力して、あ、もうあのこの後放送終わったらあのすぐ行って。贅沢言うな。34グラフ、はい、グラフさん、グラフさん、こんにちは。そう、いや、みんなで高評価をしてくれればあの満足しますのでさあ、ということで3回目いきましょう。すぐ押してきますね、低評価を。いやいや、あの低評価ダメだよ。いや本当にね、あの俺押してくるわ、へこんじゃうからね。いや本当にね、あの腹立つんですよ、低評価で。これあの編集するのも結構さ、そこそこのさ、ほらあの時間かかってるわけですよ。で何かあの理由を書いてくれっていうの、本当にさ、あの誰か知らないけど私見えないようにしてる。あ、そうなんですか。今から何が当たったの、うん、あー、虹はどうしちゃった？ちょっとこれさっきも出てちょっと厳しくない？ずいぶんあの、低評価を設定振りで OK ですか、うん、いやいや違うよ、わらダメだよって。虹は前のいやちょっと虹出てこないよ。もうスーツ当たりましたか。いやスーツ来ないよ全然、あの虹も来ないわ。ちょっと、いやこれもきついよ。ここまでに何が当たったんですか。ゴールドバレッタ、あのワンちゃんのやつが1個当たった。で1回目があの虹なしで、あの2回目でワンちゃんのが当たって、それでこれが3回目。ちょっとね厳しいね。あの前回は女の子の、ソータロの、ファンのあの女の子がお祈りしてくれたから虹がバンバン来たんですけど、今回はねそのお祈りパワーがないわけですよ。いや、ちょっともう本当に来ないねスーツ。でももうとりあえずワンちゃんのね装備当たったから、あ、もうなんだよ、持ち物整理か。で、あのこのね、お祈りしときますね、ナムアミダブツ、ナムアミダブツ。それあの死んじゃうやつでしょ。あんま良いラインナップ出ないからな。そうなんだよね。いや、あのナムアミダブツはあのあの虹が出なかった時にあの使うやつでしょ。よし行こう。1,2,3,4回目、お願いします。揺れて1つ、いや1つで、これあれだな、キラキラついちゃったからスーツは出てこないな。何が来る、何来る。あー、これ片翼の天使か。あー、いやこれは いらないでしょもう今さら。あー、ちょっと3000円がこれかよ。51、いらっしゃいませ。はい、51、悔しい。いやー、これは悔しい。いや、これ高いよ。だがこれでいい。3000円がね、これじゃ高すぎる。本当に
あのさ、これもよく考えたらさ、必殺技だけ。ちょっとゆっくり武器見せてよ。ところで、宗太郎さん、イベント進んでますか？イベントはね、あのイベント類はやってますよ、一応。あの、そのイベントがの、出てきた日か、あの次の日あたりにはクリアしてる。それをしないともうね、ちょっと追いつかなくなっちゃうんですよ。で、あの普通のストーリーとか、あのフォースが全部で終わってないんですよ。なんかあの武器見たい？何順にすればいいんだろう。あれか、あの持ち物で、あの見ないと分かりにくいのか。はい、セフィロスの新しいレコマテ気になる、うん、わら。あ、そうだね、レコマテね。あー、あの、なんだろうね、青いっぱい、わらわら。うん、まあ青はね、まあそこそこはあるけど、でもあのウールさんほどじゃないよ。あのウールさんなんか、あのほとんどの装備がもう青で、でしかもあのなんだっけ、あの鍛錬も全部あのマックスになってるからね。4にベト13にベライてほしいな。4と13が好きなんだ。俺はね、ファイナルファンタジー3が好きだったんだけど、あの名前のついてるキャラクターがさ、ほらあんまりわかんないから。あとはあの同じやつもね、結構ね、あの被ってんだよね、この防具とかでさ。10月から始めてまだ青ない、うん、玉ねぎ剣士で戦いたいですね。そうそうそう、カッティングトリガーを、わらわら。うん、そうそう、カッティングも青になってるね。あのこの間撮ったからね、あの昨日か、これね。でこれはね、あの鍛錬もね終わりましたよ。これ鍛錬が、あの20になってるでしょ。そう、あの玉ねぎ剣士でね、あの戦ってたんですよ。で、あの自分の名前と、あ、ユーロちゃん、ユーロちゃん、お久しぶりです。ユーロちゃん、どう？あの忙しい？最近は。ポーション技ハマりましたね。あれ、ポーション技って何だったっけ？すげえ。あのアイテム99にするやつだったっけ？で、あのあれ覚えてます？あの主人公のガチャですね。武器がオニオンになるの。うん、ああ、そうだったっけ。そっか、あ、なんかあったかもしれない。いや、ユーロちゃんね、もうね、終わっちゃったの、ガチャは。とりあえず今日は。で、あの主人公の名前が終わっちゃったの。そう、終わっちゃったの。うん、もう引いてね、もうあの当たっちゃったの今日は。あの主人公の名前の一文字があの変わって、あのレベル99になる裏技ありましたよね、確か。で俺あのやってたんですよ、それを。もうね、ちょっとどうやったのかね、あの忘れちゃったけど。その強化素材が足りないですね、強化素材がね。あ、ユーロちゃんもうね、すっかりね、あの YouTuber になっちゃって、 YouTuber もうね、あのファンの人がね、来場者数57人、コメント数68個目、ありがとうございました。はい、ありがとう。Thank you.
ガチャを回してやつが来る。アプリにガンガン課金して、課金の神だと言いながら後の支払い悩みつつ、ああ夢よよき武器よ、クレカの請求やってきたのは心が落ち着き冷静になったひとつき後、流れが来てる人は言う、さらにガチャを回す人、流れが途切れる予感あり、源氏の兜と悟りつつ、ああ夢よよき装備、確率の壁越えてきたのは源氏シリーズ、今さら使わぬクズ装備、悪いモーグリ声かけられて、次がチャンスだ回すクポ、台が揺れずに日も来ない、残るは後悔未練のみ、ああ星ごれ遊び、きっと明日は絶対当たると、追加課金でやっぱり当たらぬ、騙されたガチャの神様からじゃない、自分のためだと言いながら、リスナー相手にガチャの道、ガチャのコツを解く男、ああ夢よよきリスナー、俺を煽って追加の課金をさせてへこます、いつものあれはやめてください。